はい、皆さんこんばんは、ベロイさんです。皆さん、ご存知の方はいてると思いますけども、昨日ね、太郎ちゃんねが5月の31日をもちまして、YouTube をやめるという動画がありました。なぜ俺がねこのような動画を上げたかと言いますと、コメント欄が閉じてましたんでね、やっぱり太郎ちゃんには優しい言葉もかけていただきましたし、応援もしていただきましたんで、お礼ぐらいねしてあげたいなと思って、それでこの動画を上げさせていただきました。まあ、私生活とかで何かあったかそれは分かんないですけども、まあ太郎ちゃんがね選んだ道やから、それは俺たちがとやかく言えるような問題ではありません。そこはね、太郎ちゃんとはねまだ YouTube やり始めた頃に、まあ、ある女性の方が毎日のようにねライブ配信してて、それに参加してた時に太郎さんと知り合いました。でまあいろんなことがありましたね。でまあ新しくチャンネル立ち上げた太郎ちゃんがね、そこからまた付き合いするような感じになったんですけども、やっぱりね皆さんはどう思われるかもしれませんけど、太郎ちゃんはね優しい方なんですよ本当に。俺なんか何回もね、そういう言葉にね勇気をもらいましたし、力をもらいました。ただこのままね何も言わずに、あそうですかって動画見て、あ太郎ちゃんやめるんかで終わりたくないのが俺の性格上ねなんですよ。そやからね、世界配信というこの場をねお借りしまして、改めて太郎ちゃんにお礼が言いたいです。太郎ちゃん本当ね、どうしようもないこんな弱小チャンネルのベロイさんに、自分でベロイさんは誰やけど俺に対してね優しい言葉かけていただきまして本当にありがとうございました。タラちゃんのことはね、忘れません。これからもね、いろんなことがあるかもしれません。そやけど負けないで頑張っていってください。人はね気まくさえしなければ世の中を渡っていきます。それと思いやりをね忘れずにいてたら、この2つを持っていったら人生っていうのはうまくいけると思います。要はね気持ちなんですよ。まあ何があったかはねちょっと分かんないですけども、本当にね今までお付き合いしていただきましてありがとうございました。それとね、太郎ちゃんにね一つお願いがあります。俺のチャンネルも猫チャンネル、太郎ちゃんもマロンちゃんというニャンコがいてます。いわば猫チャンネルです。マロンちゃんもね、頑張って、戦って今一生懸命太郎ちゃんと一緒にいたくてね頑張ってると思います。そのマロンちゃんのこともねこれからもね寄り添ってねずっとずっとね大事にしてあげてください。これからのお願いです。お別れの挨拶はしません。たまにね俺はさよならを言いません、悲しくなるからって。確かにそうなんですよ。最後にさよならっていう言葉を出すと本当に悲しくなりますから、さよなら抜きで、太郎ちゃん何回も言ってるかな、今言うたかな、頑張ってね、これからもお互いに生きていきましょう。また何かあればね俺のチャンネルのコメント欄とかにもね、コメントしてくれたらありがたいです。本当ね、太郎ちゃん今までね、お付き合いしていただきましてありがとうございました。これからも頑張ってください。
俺からは以上です。お疲れ様です。